カドー反対何のための、誰のための再稼働なんですか。電力需要のためではないですよね。危険な原発再稼働をやめろ。今日は11日で月命日なのに、私は毎月11日にいつも福島のことを考えてすごく辛い思いをして、何が自分でできるんだろうって思っているんですが、その11日に仙台原発を再稼働させようなどということがあるなんて、私は本当に信じられない、本当人でなしな行為だと思っています。仙台原発の再稼働を許さないぞ。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 福島を繰り返すな。福島を繰り返すな。原子力発電は核発電と言うべきです。核の利用は兵器ばかりでなく、私たちの社会における利用も差別構造の上でしか成り立ちません。一部の人々の利益しかもたらされません。労働者の被爆の上でしか成り立たないような原子力発電を私たちの社会に決して受け入れてはならないと考えます。仙台原発の再稼働を許さないぞ。仙台原発の再稼働を許さないぞ。私たち将来に向かってエネルギー問題考えていくときに原発再開するというのは全く後ろ向きの方向なわけで、そんな安倍政権に対して本当に怒りと同時にですね、やっぱり遅れているっていうふうにとても感じまして、日本を前に進めるんではなくてですね、やっぱり遅れた後ろ向きの方向にね進める非常にダメな政権だというんで、二重の意味で脱原発とね、日本の方向を後ろ向きに進めるという意味でね、大変怒りを感じています。